ペナントレースが終わりストーブリーグに突入すると、各球団はすぐに次のシーズンに向け現有戦力の整理、新人や FA 選手の獲得など補強に動きます。そんな中、セリーグ優勝日本一に輝いた阪神は積極的な補強をしないと岡田監督は明言。現状戦力の強化を図るとしています。そして現状選手で岡田監督が絶賛する一人の隠し玉ともいえる若手選手がいます。その名前は門別慶斗、2022年ドラフト2位。今回は期待の若虎門別慶斗についてご紹介します。門別慶斗、2004年7月10日生まれ、20歳、北海道出身、左投げ左打ち、投手。小学校1年生から野球を始め、6年生には北海道日本ハムファイターズジュニアに選出されています。東海大札幌高校の2年春から頭角を現します。北海道の強豪校である駒大苫小牧高校相手に1失点完投勝利を収め、一気に注目度が上がりました。高校3年で球速150キロに到達。高い制球力に加え、右打者の内角をつく強烈なクロスファイアを軸に、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームなど多彩な変化球を操りました。高3夏の大会では28イニングを投げ、防御率 0.64、 奪三振率 11.25 と好成績を残します。残念ながら甲子園の土を踏むことはありませんでしたが、阪神スカウト陣から右打者の内角ラインが高校生とは思えない角度、ローテーション投手として投げてもらえる存在と評価を得て、ドラフト2位で入団しました。開幕は2軍スタート。高校卒の選手は体力作りを優先する場合が多い中、門別は4月末に2軍戦デビュー。プロの世界では順風満帆とはいきませんでした。ストレートに自信があった門別、スピードがあればどんどん押していけると考えていましたが、いざマウンドに上がると社会人選手、独立リーグ選手、他球団の2軍選手に簡単にストレートを痛打され、もし打ち取ったとしてもタイミングが合っており抑えた気分にならないと高いプロの壁にぶち当たり、圧倒的な実力不足を実感するのでした。そこで門別はまず投球の軸となるストレートの質を高めることを意識しました。すると徐々に成績は改善、プロの世界でもストレートで空振りが取れるようになっていきました。オールスター開催前の7月までに6試合計21回を投げ、防御率 3.00 の成績を残し、フレッシュオールスターに選出。そしてこのフレッシュオールスターが転機となりました。フレッシュオールスターでは先発投手として出場。初回に同学年の巨人ドラフト1位浅野翔吾に安打を浴びるなどし、満塁とピンチを招きますが、続く西武の蛭間拓也を三振、ロッテの友杉敦貴をファールフライに打ち取りピンチを脱します。2回も出塁を許しますが、後続を打ち取り計2回を投げ、4安打無失点の投球を見せました。そんな門別は試合後のインタビューで、監督見てますかと笑顔で岡田監督に活躍をアピール。フレッシュオールスター後は2軍戦で9月3日までに5試合28回を投げ、防御率 3.21 と安定した投球が続きます。そんな活躍やフレッシュオールスターでのアピールが岡田監督に届き、阪神がリーグ優勝を決めた翌日の9月15日の広島戦がブルペンデーとなったことで、1軍デビューすることになりました。1軍初登板の門別は3回から2番手で登板。立ち上がりにもたつき一挙3点を失いますが、その後続く4回5回は緊張がほぐれてきたのか無失点に抑え、計3回を6安打3失点でまとめます。ほろ苦いデビューながらも最速150キロのキレのあるストレートや鋭いスライダーを投げ込み、何度も空振りを奪うなど、一軍選手相手も通用することを期待させる投球を披露します。1年目から一軍で活躍したい、ドラフト指名後より門別はこう語っており、1年目から一軍登板という夢が叶った瞬間でした。
高校卒業1年目と思えない投球を見た岡田監督は、来季のローテーション投手としての期待を込めて、9月30日の広島戦で門別を先発起用しました。本当に今回は絶対失点だけはしたくないと投げる前から思っていたんで。そんな決意を持ち、マウンドに上がると7安打を浴び、何度もピンチを招きますが、キレのあるストレートで要所を抑え、なんと5回を無失点で投げ切ります。打線の援護がなく勝ち投手にはなれませんでしたが、球団の高卒新人投手がプロ初先発で5回以上を無失点で抑えたのは初の快挙でした。実は9月15日、プロ初登板の後、坂本誠志郎捕手から、まっすぐがいいのになんでもっと投げないのかと助言されており、この日の投球は前回登板の反省を生かし、よりストレート主体の投球であったことを明かした門別。自分の持ち味はまっすぐ、ピンチじゃない時もピンチの時もまっすぐで押していけたと語っており、自身のストレートに確かな手応えを得たことでしょう。立川光雄氏は、門別の素質が憎らしかったのか、来年はまだ戦力になりませんと超低評価。しかも門別の両親にまで呼びかけて、ネット上で阪神ファンから猛バッシングを浴びました。ちなみに立川氏は2003年阪神星野政権下で一軍バッテリーコーチを経験しています。門別は残念ながら CS 日本シリーズでは登板機会はありませんでしたが、プロ1年目、ましてや高卒投手としては上々の1年間を過ごすこととなった門別。秋季キャンプでは自身の最大の武器であるストレートにさらに磨きをかけることに加え、苦手とするクイック投球で強い直球が投げられるようになることを課題としてキャンプに取り組んでいきます。ブルペン投球でもランナーを置いた状況を想定した投球を実践し、苦手克服に取り組むのでした。苦手なクイック投球でも力強い投球を見せつける門別。そんな門別を見た岡田監督は、いい球投げるな、大したもんや、楽しみどころちゃうよ、隠しときたいと大絶賛。岡田監督のその期待っぷりは、かつて阪神のエースとして活躍した井川圭司を例に挙げ、井川より全然いいよと語らせるほどです。さらに来季への期待も込め、秋季キャンプの投手 MVP に門別を挙げます。また来年の春季キャンプもほぼ内定しているとの報道も出ているほどです。それほどまでに岡田監督は門別の将来に期待をしているのでしょう。秋季キャンプ終了後は主力選手らがハワイで優勝旅行を満喫する中、母校の東海大札幌高校で自主トレを開始、すでに来季の活躍に向けて動き始めています。首脳陣は来季の門別についてオープン戦では積極的に起用するとしながら、徹底的にセリーグの他球団には投球を披露させないことを明言しています。岡田監督は、2月末にピークになったら困るよなぁと発言しています。阪神の先発投手陣は村上頌樹、伊藤将司、青柳晃洋、大竹耕太郎、西勇輝、西純也と枚数が足りているので、門別は梅雨の6月か夏場にピークを持っていくよう首脳陣はスケジュールを組みそうです。今回は岡田監督の隠し玉、期待の2年目門別圭斗をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。門別が井川よりいいとなると、阪神の投手王国は長く続きそうですね。門別のエピソードやご意見がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。